さあ、本日参りましょう。ミスター武士道の戦国回し。本日は、青天を衝け、登場人物解説、武田耕雲斎編。風林火山や、風林火山や。さあ、やってまいりましょう。水戸天狗党の総大将、武田耕雲斎についてお話したいと思います。いや、この人ですね、あまり資料はなくてですね、詳しいことはちょっとわからないことも多いんですけども、天狗党の総大将になってね、なかなか悲惨な最後を迎えております。そして、彼が死んだ後もですね、なんとその幕末以降の水戸藩に非常に大きな影響を与えてしまっている。まあそんな人物ですので、今回ね、詳しくお話しして、これをね、皆さん知った上で、大河ドラマをね、見ていただければより楽しくなるんじゃないかと思いますので、お話しさせていただきたいと思います。それでは行きましょう。武田耕雲斎でございます。さあ、先ほど風林火山と言いましたけども、この武田耕雲斎、なんと、あの戦国大名、武田信玄の末裔かもしれないというね、いう人物でございます。はい。だから武田なんですけども、もともとはですね、武田っていう名字じゃなかったんですね。1803年に水戸藩士の跡部正次というね、侍の子供として生まれて、もともとは跡部っていう名字だったわけですね。跡部の一族だったわけです。しかしですね、この跡部という名字、なかなか曰く付きと言いますかね、あまりちょっと人気のない名字でして、紅葉軍艦というね、その武田信玄の生涯というかね、その戦ってきたそれまでの歴史とかですね、あとその戦い方の軍略とかが書かれている紅葉軍艦っていう書物があるんですけども、そこに、この跡部氏の先祖である跡部勝助のことが非常に悪く書かれてしまっているんですよね。紅葉軍艦では、この武田信玄をですね、称賛するあまりにですね、武田信玄はすごかった。すごかったんだけど、代替わりした勝頼のね、時がダメだったから滅びてしまったんだみたいな感じで書かれていて、その武田家滅亡の時の当初の武田勝頼のそばにいた。跡部勝助こそが肝心だと。こいつのせいで武田家滅びたんじゃいとね、いうふうに、まあ、スケープゴートみたいな感じにされて、実際のところはそんなことはないんですけどね。跡部勝助のせいで武田家が滅びたなんてことはないんだけども、この紅葉軍艦のストーリーの中では悪役にされてしまったのが跡部勝助だったんですよ。まあ、その血を引いてね、その子孫ということで、まあ、多分ね、耕雲斎は、跡部って名字嫌だなって思ったのかもしれませんね。お前のご先祖様、あの勝助だろみたいなね。武田家滅ぼした悪い奴のお前子孫なんだろみたいなね。もしかしたら言われたのかもしれませんね。子供の頃とかにね。それがすごく嫌でですね。もう武田っていう名前に変えちゃえってことですね。俺は武田信玄の末裔だと言って、武田耕雲斎と名乗っていた人物でございます。まあ、実際、その跡部氏と武田信玄をね、武田氏の間で婚姻とかはありますので、まあ、どっかでね、その武田信玄の血が繋がっているっていうことは、間違ってないのかもしれませんけども、まあ、そんな経緯があってですね、武田耕雲斎と名乗っていた人物です。この人は水戸藩の執政としてですね、藩のこの藩政を主導していった人物で、なかなかすごい人でございました。あの徳川斉昭に非常に気に入られて、藤田東湖とかとね、同じような感じでですね、斉昭の側近として、こう、藩を主導していた人物なんでございます。なので、当然、尊王攘夷の思想の持ち主でございました。その時の水戸藩は、尊王攘夷派とね、保守派っていうので、分かれていまして、まあ、この派閥争いがずっとね、もうずっとやってるんですよ。ずっとこの水戸藩の中でずっと派閥争いやってるっていうことがある中で、まあ、その尊王攘夷派の方の先鋒としてですね、この武田耕雲斎はいましたと。しかしですね、後に、徳川斉昭が病死してしまって、斉昭が死んだ後ですね、斉昭が尊王攘夷、尊王攘夷って言ってましたから、そのトップの斉昭が死んだことで、この保守派がですね、台頭主義ですね、もう時代は尊王攘夷じゃないんじゃないですかってね、斉昭公に可愛がられたやつもうちょっとどっか行ってくださいみたいな感じでですね、保守派がこの水戸藩の中の実権を握り出してですね、そして武田耕雲斎も一度は失脚してしまいます。はい。最初はね、この藩のことをバリバリに仕切っていたこのトップだったんですけども、斉昭が死んだ後はですね、自分を贔屓してくれていた上司がいなくなったわけですから、全然その力を震えなくなってしまったわけでございます。まあ、そんな風にですね、くすぶっていた武田耕雲斎なんですが、1864年にですね、天狗党が放棄したことで大きく人生が変わっていきます。天狗党というのは、この水戸藩の中の尊王攘夷派の過激な人たちっていうのが、幕府に対して攘夷実行ですね。つまり外国の奴らをやっつけてくれ、港を塞いでくれっていうことを訴えるために立ち上がった武装集団なわけなんですけども、最初武田耕雲斎はこの天狗党にはですね、参加しない形でね、ちょっと傍観していたんですね。確かに武田耕雲斎自身は、その尊王攘夷のね、思想を持ってますし、斉昭の意思受け継いでますから、尊王攘夷の考えを持ってるんだけど、さすがにその天狗党のように、武力を持って、なんとか世の中変えてやるぜってですね、そういう過激なやり方、ね、逆らう奴は全員皆殺しにするぞって言って戦を起こすっていう、そういう過激なやり方に対しては、あまり賛同していなくて、できれば平和的に、その尊攘派と保守派っていうのね、対立とかも平和的に解決したいっていうね、ことを望んでいました。なので最初はこの
天狗党の蜂起には参加しなかったんですけども、やがてですね、天狗党がどん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 とですね、その暴徒化していくんですよね。軍を動かすにもお金かかりますから、お金が必要なわけですけども、天狗党はなかなかですね、もうその時のもう幕府の方針っていうのは上位ではありませんから、その他の水戸藩以外の藩とかからもですね、上位上位って言ってですね、大暴れしてる天狗党は、あんまり、相手したくないというかね、関わりたくない存在なわけですよね。だから全然お金とかも貸してもらえなくて、でも人はどんどん集まってくるんですよね。まあ主に農民が多かったみたいですけども、その世の中を変えたいっていう志士たちがどんどん集まってきてですね、人は増えてくるんだけども、金が全然ないっていう状況になってしまって、天狗の人たちはですね、ボートと貸していくわけですね。はい。もう街を襲ってですね、金を奪うなんてこともやっちゃう人とかも出てくるわけです。まあ、そんな時に、もうこれ天狗党を置いといたらダメだってことで、保守派の人たちが諸政党としてですね、軍隊をまた作ってですね、天狗党と戦うぞってことをやるわけでございます。で、さらに幕府の方も天狗党がそれ暴徒化しちゃってるから、このままほっとくわけにいかんってことで、鎮圧軍を出してですね、天狗党 VS 諸政党&幕府軍というね、戦いになるわけです。それで激しい戦いが行われるわけですけども、ここでボロボロになった天狗党はですね、リーダー格である藤田小四郎が武田耕雲斎を説得しに行ってですね、どうか我々の総大将になってくださいとね、言いに行くわけでございます。藤田小四郎は武田耕雲斎と同じようにですね、徳川斉昭が非常に可愛がられたあの藤田東子のですね、子供でございますから、我が父と、そして斉昭公の意志を継いで、尊王攘夷を実現するためにどうか我々に力を貸してくださいとね、藤田小四郎に説得されて、最初はその平和的解決を望んでいた武田耕雲斎だったんですが、この藤田小四郎の説得に折れてしまってですね、分かった、お前がそこまで言うなら力を貸そうと言ってですね、この天狗党の総大将になってしまうということでございます。そして天狗党の総大将となった武田耕雲斎は幕府軍と戦っていくんですけども、次第にですね、最初は、最盛期はですね、3000から4000、もしくは5000人ぐらいまで増えたって言われているこの天狗党だったんですけど、そのほとんどがですね、農民出身の人たちだったので、その天狗党がですね、町を襲ったりとかして、金品を奪ったりとかするわけですから、そんなことしたら自分たちの生活にもかかっちゃうわけですよね。それは尊王攘夷のために俺たちも戦いますって言ったけど、あんたたち、うちのあの隣町でなんか火つけたらしいんじゃねえか、怖えよ、おっかねえよ、お前らって言ってですね、どん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 人が逃げていってしまって、最盛期には5000人ぐらいでね、その天狗党の人たちっていうのがもう800人ぐらいまで減っちゃうわけですね。1000人弱になっちゃうわけです。そこで、このままでは、拉致が開かない、このままでは完全に負けてしまうということですね。武田耕雲斎は一つの策をですね、講じるわけでございます。それが、京都にいる、一橋慶喜に会いに行くのでございます。一橋慶喜は、この時、金利御守衛総督って言って、天皇のおそばをお守りするっていう、すごい重要なポストについて京にいるわけでございますけども、もともとは、水戸斉昭の子供で、水戸藩の人間ですから、武田耕雲斎は、一橋慶喜様なら、きっと、なんとかしてくれるに違いないということですね。一橋慶喜を頼ることを決めます。なんでもですね、この時、耕雲斎は一橋慶喜にお願いして、水戸藩の藩主になってもらおうとしてたみたいですね。いや、どう考えても今、金利御守衛総督っていうめちゃめちゃ重要なポジションを京でやってて、しかも京都も金門の変とかがあって、今めっちゃ大変な時なのに、そんな水戸藩の、ね、藩主になってくださいって言っても、まあ無理だろうって話なんですけども、このね、無謀な作戦をですね、もう最終手段ということで、行ってですね、水戸の方から京都に向かって、その800人余りを連れてですね、向かっていくことになるわけでございます。いや、これも大変だったでしょうね。しかもこの移動してる間にも幕府軍の攻撃とか受けますから。で、お金もないわけだからね。だから多分、ところどころでね、多分物を奪ったりとかもしたでしょうね。まあ、悲惨な行軍をしながらですね、なんとか、京の方へ向かっていくことになります。しかしですね、その知らせを聞いた慶喜はですね、あちゃーってなるわけですよね。なんてことをしてくれるんだ、天狗党よと。その時の慶喜の立場っていうのは非常に微妙なものだったんですよね。京都を守って天皇のおそばにいながら、その一橋家っていうね、幕府の徳川家に連なっている家の当主でございますから、徳川の人たちからしたら、お前、どっちの味方なんだよね。朝廷寄りなのか、幕府寄りなのか、どっちなんだっていう感じで、疑いの目をかけられているというね、状況だったわけです。そんな時に、尊王攘夷って言ってる天狗党の奴らがやってきて、それを慶喜が助けちゃったりとかしたらですね、お前、やっぱり幕府じゃなくて天皇寄りなんだな、ということでですね、どんどんその幕府の中での慶喜の立場っていうのは悪くなってしまうので、慶喜は天狗党を助けることができなかったわけですね。そこで慶喜は、自分の立場をはっきりさせるためにですね、そういった過激な思想を持っている攘夷とか言ってる奴らの味方は自分はしないぞと。幕府と朝廷その両方守るのが俺だっていうことをですね、証明するために、この天狗党を討伐しに行くことになります。なんと慶喜がね、皮肉なことに助けを求めている慶喜が敵の総大将になっちゃうとね、武田耕雲斎からしたら最悪の事態になるわけでございます。結局、耕雲斎は京都に入る直前のところでですね、敦賀の方でですね、その討伐軍のね、慶喜と見舞えることになるんでございますけども、そこで慶喜に嘆願書を出すわけですね。どうか、我々の味方をしてくださいというね、嘆願書を出すんですけども、当然それは慶喜に無視されてしまって、耕雲斎たちは、もう慶喜が助けてくれないなら万事休すだということで、その時にいた場所をね、加賀藩領にいましたので、加賀藩に降伏することになって、全員捕獲されてしまうということになるわけでございます。そして、
捕まってしまった天狗党の党員たちはほとんどが処刑されることになるわけでございますけども、もちろん慶喜としても、もともとは自分の出身のね、水戸藩の藩士たちだし、その尊皇攘夷っていうね、その天皇敬おうって気持ちは自分ももともと持ってるわけだから、そんな皆殺しにするなんていうね、ことは考えていなかったわけなんですけども、ここで、ね、天狗党の処罰に対して自分がああだこうだ言ったら、そこでもまた言われちゃいますからね、やっぱりお前天狗党と繋がってんじゃねえのかとかね、天狗党に肩入れするといろいろ問題があるので、慶喜は泣く泣くですね、天狗党の処罰を幕府に全部委ねてですね、自分は関与しないということを決めました。その結果、武田耕雲斎、そして藤田小四郎をはじめとした、その水戸天狗党の353人もの人がですね、斬首されるということになったわけでございます。これは本当にね、悲惨な処刑ですよ。353人が斬首されてるわけだからね。これはひどいですね。もともとは平和的解決を望んでいた武田耕雲斎は、悲惨な最後を迎えると。いうことになってしまったわけでございます。いやー悲しいですね。耕雲斎自身はね、こんな怪奇なやり方じゃなくてね、きっと自分なりにね、その水戸藩を、そして世の中を良くしたいという気持ちはあったと思うんですけども、まあ、結果的に藤田小四郎の説得を受けたことで、命を落とすことになってしまいました。しかしですね、ここで話は終わりじゃないんですよね。なんと、この武田耕雲斎の一族っていうのは、ほとんど皆殺しにされていたんだけども、生き残った男が一人いたんですね。それが、耕雲斎の孫の金次郎でございます。この金次郎って男がね、なかなかすごいですよ。彼が一体どうして許されたのかって、いまいちわからないんですけどね。まあ、孫っていう、その、ちょっと離れてるからね、耕雲斎がね、孫っていうことと若かったっていうことを許されたのかもしれないんだけど、まあ、つってもね、他の子供たちとかね、若い子とかいっぱい殺されてるんだけど、まあ、この金次郎だけはですね、命だけは許されてですね、まあ、島流しとかにされてるみたいなんだけど、まあ、その後、明治維新が起きた後にですね、金次郎は水戸に舞い戻ってくるわけですね。はい、それまでは尊皇攘夷だって言ってたから、幕府からはね、謹慎させられていましたけども、もう明治維新が起きたら幕府が潰れて、逆にその尊皇の世の中になったわけじゃないですか。で、天皇をいただいて、そしてその幕府の奴らをむしろやっつけるぞっていう流れになってたわけですよね。だから天狗党の総大将だったあの武田耕雲斎の孫である金次郎は、その朝廷の意向をね、傘に着ることができたわけですよね。俺は尊皇攘夷のあの武田耕雲斎の孫だぞって言ってですね、その意向を傘に来てですね、そして悠々と水戸へ舞い戻っていくことになるわけでございます。逆に水戸藩の方はですね、この天狗党の乱の後にですね、保守派の人たちっていうのが、だから幕府寄りの人たちですよね。幕府寄りの人たちが実権を持っていたので、立場逆転したわけですよね。もう今は官軍は、尊皇の人たちが官軍だから、もう保守派の人たちは大きい顔ができないわけですよね。そこで金次郎はですね、あの時のおじい様をね、殺された恨みを晴らすって言ってですね、じっちゃんの名にかけてと言ってですね、その水戸に残っていた保守派の人たちを次々と暗殺していきます。恐ろしい暗殺者に変わり果ててしまったんですね。復讐の鬼と化したわけですよ。じっちゃんの名を、名誉を挽回するというね。そして、水戸藩の保守派の人たちは、たくさん殺されて、晒し首にされたり、橋から吊るされたりとか、ちょっともう本当に地獄のような、地獄絵図に、ね、なってしまったと言われています。はい。で、その、もうめちゃくちゃになってしまった水戸藩を治めたのが実は慶喜で、慶喜はもう将軍ね、幕府が終わって、もう将軍でも何でもなくなっちゃったんだけど、それなりに発言力がまだある人ですから、慶喜がですね、さすがにその地獄絵図のようになっている水戸藩を見かねてですね、で自分から自らその水戸藩に出てって、この保守派と尊皇攘夷派の争い、ね、金次郎が行った復讐っていうのを何とか止めてですね、調停することに成功はしました。で、金次郎は、その、水戸藩の中でもね、結構いいポストを与えられて、お前はいいポストにつけてやるから、もうそういう暗殺とかしないでくれって言ってね、結構何人も殺してんだけど、許されてですね、水戸藩の重要なポストに就くことになりました。はい。まあ、これで終わりだったら、まだ良かったんですけども、結局この後もですね、またあの保守派の人たちがね、ちょっと青天を衝けにも出てきてましたけど、あの、市川三左衛門とかがですね、その時幕府軍に加わって戦ってたんだけど、水戸に戻ってきてですね、兵を連れてきて、ふざけんじゃねえ、この尊皇攘夷の奴らって、金次郎知らねえ女奴らみたいな、武田耕雲斎の、孫とか知らねえわ、ぶっ潰すやつで、また戦争仕掛けてきて、また戦になったりとかしてですね、大変なことになったみたいです。で、その市川三左衛門も結局負けてしまってね、斬首されたりとかもしてるんだけど、その後もですね、廃藩置県が起きて、茨城県になってるにもかかわらず、ずっとその保守派の人たちと、元尊皇攘夷派の人たちっていうのはね、ずーっともう争いが続いてて、その争いの中で水戸城が焼失してしまうってね、せっかく残ってたのに、せっかく明治維新の後もお城残ってたのに、ね、焼けちゃうんですよね。その県庁が置かれて、水戸城に。で、その尊皇攘夷の人たちは、その新しい政府のね、支配に納得いってないから、ふざけんじゃねえ、火つけてやるって言ってですね、水戸城焼いちゃったりとかしてるんですよね。はい。だからね、本当にもう、この尊皇攘夷派と保守派の水戸藩の争いっていうのは、武田耕雲斎が死んだ後もずっと続いてたというわけでございます。は
いや、本当に恐ろしい話ですね。これが本当にね、ちょっと前の話ですからね。本当100年ぐらい前の話ですから、全然ね、他人事ではありませんよ、本当に。うん。だからね、今でもその、茨城っていうとね、暴走族がね、非常に多いイメージありますけども、関係あるか分かんないけどね、関係あるか分かんないけど、こういうこの、ずっとこのギリギリまでずっと争いを続けた、ずっと戦い続けたっていうその構想っていうものが、もしかしたら茨城県の人たちの血には染み付いてるのかもしれないですね。それでああいうこう暴走族とかもねやってんのかなってね、勝手ながらね思っちゃいましたね。はい、全然関係ねえよってね、ちょっと茨城県出身の方ね、そんなん関係ねえよってね言う方もねいるかもしれませんので、よかったらねちょっとコメントしてもらって、地元のね話はね地元の人が一番よく分かってると思うので、今ね、今の茨城はもうそんなことないですよって、平和でね、すごくいい県になってますよってね、あるかもしれませんのでね、いろいろね、コメントしていただけたらと思います。さあ、本日のお話はここまででございます。武田耕雲斎のお話、いかがでしたでしょうか。戦国回しですね、こんな風に歴史上の人物にスポットライトを当てて、いろいろね、解説する動画も出していますので、皆さんリクエストとかね、ございましたら、ぜひコメント欄に書き込んでみてください。それではまたお会いしましょう。さあ、じゃあ。